乾いた大気は潤いを求めた。満たされる乾きは繊細として人々に降りかかる。天井を打破するにはもはや手を打たせるほかなかった。誰が次の異変に挑むのか。人々は己の悪を生きるため戦いに身を投じた。これは天下天下のただ中で出会った異兵士と将軍の美しくも切ない残酷な愛の物語である。くっさ、ちょ、暗すぎだろ。放送事故だぞこれ。前が、見えねえ。もう日が沈むのも早くなってきたからな。この時間じゃこんなもんだろ。なんで、せっかくのお披露目だってのにこれじゃよく見えないじゃないか。ん、お披露目、こいつはもしかして死んだおか。暗くて全然わからんが。まあそんな視界の悪い状況の耐久車両ではあるんだけどさ。見た目ソ連 MDT だが、ソ連 MDT でもないやつなんていたかねえ。まあ最初にその辺の紹介含めてだな。D72AVDURMSD バージョン 2.01 アップデートで追加されたソ連ランクロックプレミアム車両です。名前の通りベースはソ連の T72A ですが、その性能はオリジナルをはるかに凌駕しています。まずはソ連 MDT の命名規則から簡単におさらい。まず何も装備していないすっぱだかの T72A を用意します。そのままだと歪説物陳列罪で KGB に抱っこされるので227個のコンタクトワンを優しく着せてあげます。するとどういうことでしょう。ただの T72A が T72AVA と進化しました。その通りソ連 MDT ではコンタクトワンを装備するとガタの祭りに V がつきます。ちなみにこの V はロシア語で爆発を意味するずるいからつけます。他の T64 だろうが 72B だろうが祭りに V があればコンタクトワンを装備した方ということになりますので覚えておきましょう。さてここからが今回の車両の説明。ソ連から大量の T72AV を購入し、すでに実戦投入していたシリア軍は既存車両のさらなる火力強化を拡大します。そこで目をつけたのがイタリアはオッチーネ・ガリレオ社が開発した戦車汎用再設定可能モジュラーシステム、通称 DURMS でした。これはいわゆるパッケージ化された FCS で、既存の IFV や MDT のアップグレードキットとして売り出されているものでした。イタリア軍でもシーチアリエテに採用実績のある DURMS は射程、砲手ともに安定化昼夜間サイトを装備し、砲手用には新型のレーダー即音機が、射程用サイトはループマウンテッド、ペリスコープ式で、砲手が目標を攻撃する間に、射程が次の目標を捜索、捕捉して砲手に目標情報を渡すハンターキラー能力を備えていました。もちろん高価なシステムのため装備できたのは一部の車両にとどまったようですが、DURMS を装備した T72AV は既存の車両と比べ察敵能力、命中精度などあらゆる点において大きな性能向上を果たしました。ソ連戦車が西側の開発した武装を装備するなんて本国では考えにくい話ですよね。戦火の真っただ中にあるシリアだからこそできた柔軟な対応と言えるのかもしれません。さて歴史の勉強はここまで。次はみんなが気になる実際のゲームにおける性能です。上昇ざっと列挙するとこんな感じですかね。まずはさっきも話が出た通り DURMS を搭載したため砲手、射程ともにサーマルサイトが使用可能になっています。通常3のソ連 MDT は他国と比べて IR 装備車両が極端に少ないことで有名でした。ようやく装備するのが DR10.0 の T80B からで、しかも砲手のみ、というか3トップの T80U や T72B3、T90A 含めソ連 MDT で射程 IR を装備した車両は皆無です。つまりこの T72AV、DURMSD、ことがソ連3で唯一射程サーマルを使える車両なんです。DR9.7 という必殺で射程 IR を装備する MDT は他国でもまずいないので、これは本車両の大きな特徴と言っていいでしょう。さらにさらに、この辺の西側 MDT で装備してる IR なんてこの画像のように輪郭が鮮明ないわゆる第一世代 IR なんです。それがなんと T72AV が装備している IR は輪郭までくっきりわかる高解像度の第二世代 IR。 例えば草木越しだと第一世代 IR じゃ見逃したり打ち漏らすことが結構多いんです。しかしここまではっきり輪郭の見える第二世代 IR ならばそんな心配はもはやありません。社長サイトももちろん第二世代 IR、 他国戦車ですとこの辺の第二世代 IR が使えるようになるのは DR10.3 とか 10.7 からなんです。他よりも圧倒的に優れた殺敵性能、まさに高の目ですね。 IR 以外にも DURMS 装備の恩恵はあります。それは照準倍率、その T72 の照準倍率は8倍固定。距離の離れた敵を狙うのが非常に困難でした。しかも視野角が非常に狭く息が詰まりそう。対する T72AV は4倍から12倍の加点倍率、殺敵、敵の弱点狙撃もお手の物。視野角も広くすっきりとした視界ですね。照準器の性能が実戦に及ぼす影響は非常に大きく、T72AV がその T72 に対して攻撃性能で優れてるのがこの部分からもわかりますね。最後に砲弾、こちらはその T72A よりも DR が一つ上がった分砲弾も 9.7 以上のソ連 MDT 標準装備の 3BM42 が支給されてます。貫通力は最大479mm、西側だと BM33 クラスの貫通です。9.7 という低い DR からこのクラスの砲弾を使うことができるのはソ連 MDT の強みですね。さて、上昇の次は短所ですね。短所についてはベースが T72A という点ですね。DR が 9.7 に上昇しているにもかかわらず、車体性能自体はその T72A のままなので色々限界が来てます。
車体正面の防御力は対 AP で350から380ミリ程度、各地下105ミリの DM23 程度であれば比較的安定して防げますが、この DR 帯で標準となる400ミリ以上の貫通力がある APFSDS はまず防げません。なので比較的硬い後頭正面だけ出すハルダウンでの運用徹底が求められます。しかし全てのシーンにおいてそれが徹底できるわけがなく、時には効かなければいけない場面もあります。そしてそこで足を引っ張るのが圧倒的後退速度の遅さ、もはやソ連 MBT 共通の弱点ではありますが、走行が当てにならなくなったこの子にとってそれはより一層響くのです。短所はおおむねこんなところですかね。総評としては短所以上に得られた長所の方が多い印象ですね。この子の強みは多国 9.7 車両を圧倒する着敵性能と攻撃性能です。なのでなるべく被弾しない遠距離等から一方的に敵を殴りつけるような運用がベストでしょう。それじゃああんまり長ったらしく解説していても仕方ないので試合に戻りますか。実装されたばかりの最新車両に2週連続で乗るなんて珍しいじゃないか。それは宅地公式公認広告等兼アイドル兼 CEO 兼愛のコリーダですから、新車両の魅力をみんなにいち早くお伝えするのが役目ってね。特にこの子は広告等として外せない大事な車両なんだ。ほん、こいつはなんでまた。いや、待てよ、そういえばこいつは DR9.7 のプレミアム車両。あ、ソ連ランクロックプレミアム車両 T72AVDURMSD 6710GP にて販売中。安い。これでバカ売れ間違いなしだな。その赤月にはこの動画シリーズにも反則の中間マージンががっぽり切りたい。まあ課金車両の魅力を紹介して販売に貢献しようってのは別に悪いことではないと思うが、動機だな。今のは多分それに対するツッコミだろう。そう、開幕側面からぶち抜きやがって、危うく弾薬庫吹っ飛ぶところだったろう。お、そこか。さすがに違う MDT、 早速地に入ってやがる。どれどれ、撃てるかな。聞こえます。 B の中にもすでに敵いない。あれは AMX40 かな。なんでもいい、出発です。AMX40 ですか。そしてさっきの切ったお金は、この火の中はスモークたかれててわからんな。この場合は、ここからの上にな、この場所を変えようか。いつものおひんやりボディに入ろう。でも、そこにいるやん。91か、さすがの瞬足。ち、あたい、でも展開装置とかやれてる。このまま狙って狙って。お、味方がやってくれたか。敵さんかなりゴリゴリ押してきてるイメージ。こら味方が押し切られる前に何とかしないとな。まずはここから A を狙う敵がいないかを確認して。大丈夫そうだな。そしたらいよいよ丘上の着敵だ。幸い火が落ちてかなりの暗さだから丘上の敵もこっちまで気にしてる暇はないだろう。と、そして早速発見。報酬、射撃用意。ぶっ飛べ。命中、自動追尾。そしてもう一本追加していったな。まずは車体の位置を変えて。どれだ？おいおい、うん、見えてるじゃないか。あ、あれ言ってるのか。ないかと思った。命中。レオニエゴ撃破。そしてその後ろにもチラチラしてるな。機体が被ってても第2世代 IR なら丸わかりだぜ。む、こいつも点火。命中、IBM1 撃破。霧の隙間から見える微妙な明かりも見逃さない。さすが高解像度 IR だ。お、さっきチラチラ見えてたのも味方がやってくれたか。うむ、戦況を見るに丘上をガンガン押し込んでた敵の第一陣はひと通り片付けた感じかな。敵の押し込みに対してこちらの障害はほとんど出てないし、こら敵さん突っ込みすぎってやつだな。おっと、まだ火の中にいたか。報酬、展開急げ。待ってくれ、ソ連 MDT の首振りは遅いんだ。ち、当たりか。だが味方の弾も刺さってたみたいだな。砲が潰れていた。敵はまだ丘上の攻略を諦めていない感じか。いや、誰よりこっち側を勝ったが完全に取られたから丘上しか攻めようがない感じか。お、さっきのエイブラムス神だ。ナイス味方。この方面から登ってきた味方が死んでる。何かいるな、こや。む、あれ言ってる敵か。こっちには気が付かれてないな。狙って狙って。そこだ。XM1 撃破。それと軽戦車がいるっぽいか。うむ、ちょうど岩の壁だな。見えぬ、味方に撃たれてるみたいだし、逃げて出てこないかな。ダメだこや。いや、一旦放置でもう一度丘上に潜入か。どれどれ。うわ、何かいるじゃねえか。間に合え。MDT70 撃破。敵もこっちに気がついてやがったな。いい感じでやがる。とはいえこっちはハルダウンだったし、撃破される可能性は低かったけどな。おっと、まだ山登りしようとしてるやついるのか。案の定味方から撃たれてるし。さすがにはっきりとシルエットは見えんか。命中、メリカバさんだったか。やべえか、よくバカだったな。アイラインに撃たれたらこの子だと車体どころか後頭ごとぶち抜かれるだろうな。ボトム天井怖や怖や。む、丘上に敵へ。狙って狙って。パーツ20ですか。さすがにこの時間にそのリードは甘すぎるぜ。さて、その後はいよいよ丘上にも敵が来なくなり、撃てる敵に出会えなく、マップを見かける敵は完全に陸に引き込まれ、そこから出れなくなっている様子。かといって今から陸に来ても間に合わないか、弾の散りてるのにまんまと食われるのが落ち、なんとか出てきたところを撃ちたいのだが。
ここまで調子よく切り取れてたのに最後の最後で流れが止まっちまったな。やはりどこかで動くべきだったんだろうか。ちょっと待て、あれはもしや味方が食われた？間違いねえ。ヤッコさんそこに隠れてるな。うお、湧いた。さすがにあれは無敵状態だろうから様子見して。動いちゃうか。だがこの位置いいぞ。ちょうど隙間から敵リスが狙える。待っていれば必ずチャンスが来るはずだ。確かに今の時間だとここしかないだろうな。これも第二世代 IR がなせる技よ。む、敵が動いてる。来るぞ。狙って狙って。そこだ。ちょっと遅かったか。一瞬目を離したっきに。ああ、これがラストチャンスだったかもな。もうおしまいだ。いや、諦めるのは早そうだぞ。というと？こういうことだ。よっしゃー、ウクレイルか。本当全盤ぶち抜いて弾薬庫命中。あんなところに刺さるもんなんだな。運がいいというか、敵が運がなかったというか。さて、その後はついに敵が来て。ってなわけで9キル3足で。かーしましたー。やはりこういう視界が制限されるやてんや悪天候のマップだとこの子の目の良さがっかりますね。ソゲッポジから一方的に敵を見つけてボコボコにしてやりました。とはいえ今回 10.7 のボトムマッチだったので敵にも目がいいのはたくさんいたわずですのでね。うまくハマっただけといえばそれまででありますが、しかし見方を変えればそんな 10.7 相手でも装甲と機動力以外では遜色ないレベルだとも言えるわけでして、今回のように強みを生かした立ち回りをすればボトム戦場でこうして大爆発することだってできるわけです。そこらの格上車両よりもずっといい目を持ってるんですからね。油断ならない隠したといったところでしょう。さてそんな高の目を持つ T72AVTURMST 君はストア見て 6710DP で販売中。販売されている課金戦車の中では最も高い BR という点も見逃せないですが、新規車両が次々と追加されるソ連フリーを効率よく進める上で非常に心強い味方です。ソ連フリー高ランクの開発を頑張っている人にはぜひおすすめしたい車両ですね。よし、反則も終わったことだし今回はここまでにしましょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ダバ。